おはようございます。ここは成田空港の第3ターミナルです。今日はこれからジェットスターを利用して福岡へ向かいます。で今日はもう7月の30日なので、学生とかは夏休み期間だと思うんですけども、コロナ禍の夏休み期間の飛行機の利用状況はどんなものかちょっと確かめようと思ってこの動画を撮っています。今日はね金曜日ですけど、結構人は多い方だと思います。僕ね割とこの成田からジェットスターよく利用してるんですけど、ここ最近の中だとだいぶ人が多い方です。いつもね、こんなに人いないんですよね。この辺もすごいガラガラで閑散としてるので、やっぱり夏休み期間に入った影響が大きいのか、家族連れとか、学生だと思われる人たちがねすごくいっぱいいます。最後に福岡行ったのが今年の1月末だったので、半年ぶりぐらいですね。結構久しぶりです。でフライトの時間まであと1時間半ぐらいあるので、ちょうどね今お昼時なので、ここでお昼ご飯食べていこうかなと思います。そこがフードコートになってるので、ここで何かね食べようと思います。このフードコートもねいつももっと空いてるんですけど、今日はだいぶ混んでる方ですね。さてそれではそろそろ、保安検査通って中に入っていこうと思います。さあそれで保安検査も無事に通過したので搭乗口へ向かっていきます。なんか今日はすごい飛行機が多いですね。なんかここ最近はねどうしてもその減便とかでだいぶ少なくなってたんですけど、今日はめちゃくちゃ多いです。僕が乗るのがあちらの飛行機で、でこのお隣のこっちの飛行機は、北海道新千歳行きの飛行機なんですけど、こっちがねめちゃくちゃ混んでますね。今この新千歳行きに乗る人たちがねちょうど搭乗してるとこなんですけど、すごい行列できててね、多分ほぼほぼ満席なんじゃないでしょうかね。でもうすぐね僕が乗るこちらの福岡行きの飛行機も搭乗が始まるので、どれぐらい混んでるかですよね。いやーいい天気になったな今日ね。本当はなんか雨予報とかだったんですよね。雷とかの予報になってたんですけど、めっちゃ晴れてます。そして全てのお客さんの搭乗が済んだんですけど、もうほぼほぼ満席状態です。今回僕は3列掛けの真ん中の座席だったんですけど、この僕の隣の窓側の座席に誰も来なかったんですよ。というか予約は入ってたみたいなんですけど、その方が乗り遅れたのかどうなのか分かんないんですけど、結局来られなくて空いてました。なので窓側の方に少し移動して、このように外の景色を撮影することができました。まもなく離陸します。暇な時はツイッターとかインスタとか TikTok とかそういう SNS 関係のものばっかり見てるんですけど、こうして飛行機に乗ってる時は電波を発する機器が使えないのでめちゃくちゃ暇なんですよ。なのでいつも飛行機ではパソコンを開いて動画編集をするか寝るかのどっちかなんですけど、今回は本当に朝が早くてめちゃくちゃ眠かったのでずっと寝てました。成田から福岡まで2時間ちょっとかかりますけど、もう寝てたら一瞬なので寝るのが一番の暇つぶしです。それで1時間以上寝てて目が覚めたので、今どの辺かと思って外を見たんですけど、多分山口県の辺りなんですよ。真ん中に見えているこの島が角島だと思われます。そして福岡市の街が見えてきました。博多湾から福岡市内の上空へ入っていきます。この下に見えているのがペイペイドーム、そのお隣がヒルトン福岡、そしてその奥に福岡タワーも見えます。
そしてこの下に見えてきた池みたいなのが大濠公園です。僕福岡何回も来てるのに大濠公園は一度も行ったことがないので、ちょっと機会があれば行ってみたいなと思います。まもなく着陸しますけど、こうして見るとやっぱり福岡空港はすごい街中にある空港だなと思います。世界一市街地に近い空港とも言われてますからね。ということで福岡空港に到着しました。福岡に来るの半年ぶりですけど、前はね2ヶ月に1回ぐらいのペースで来てたので、半年でもすごい久しぶりに感じますね。今日はねこの福岡行きの飛行機も結構混んでましたね。今回僕ね3列のうち真ん中の座席でしたけど、前は窓側の席で、それでも隣全然人いないとかそういう状態だったんですよ。ちょうど1年前、去年の7月末もこの福岡にねジェットスターの飛行機で来てたんですけど、去年はねこんなに混んでなかったんでね、やっぱり1年前に比べると今年はだいぶこの旅行する人が増えてきてるんじゃないかなと思います。じゃあそれでは今回の動画はこれで終わりにします。ありがとうございました。